斜面が急すぎるわ。何？焦って登るとバランスを失って地上まで真っ逆さまよ。じゃあどうすんだよ。斜面に沿って迂回するの。そんな面倒なことやってられるかよ。ちょっとでも早くヤクモの外の世界が見たいんだ。そんなに早死にしたいんなら好きにすれば。付き合ってらんないわよ。それはこっちのセリフだ。私はこっちから行くわ。頂上で会いましょう。命があったらね。勝手にしろ。あかんべー。あんな奴ほっといて行こうゼロか。はあ、てめえいつの間に。気をつけてねタケル。なんでお前までそっち行くんだよ。だって女の子一人じゃ危ないかと思って行きましょう。うん、ローカー、この野郎本当は怖いんだろ。チェ、行く気なし。伝説の人マホロバ。見事に失敗したな、クシナダ。ツクヨミ様も酷な命令をお出しになる。サノを回収できるのはこの俺を置いてはいないということをご承知のはずなのに。私はツクヨミ様に命令されて動いたのではない。サノを操縦しているヤマトタケルという小僧に興味があったまで。ヤマトタケルか。それよりヤマトタケルの横に音立花に似た女を見たが、まさかあの小僧を倒すのに妹の手を借りねばならぬほど落ちぶれた魔空戦士がいるとは思えぬがな。音立花よ、お前に重要な使命を与える。ヤマトタケルに近づき、サノーの中にあるヤマタノオロチの8つ目の玉を奪い取ってくるのだ。兄になり代わり見事にやり遂げてみせるがよい。はっ。お前はツクヨミ様より謹慎を言い渡された身。そのことを忘れるな。ほっとけやクシナダ。キリュウ、奴が命令に背いたところで俺には関係ない。よし、今度は俺が行こう。ヤマトタケルとやらがどんな小僧かこの目で見届けてやる。大丈夫かしら。行ってみましょう。うん、あのさ、やっぱり君もタケルのことが心配なんだね。バカね、勘違いしないでよ。お前がヤマトタケルか。だったらどうしたってんだよ。
どの程度の実力か試させてもらおう。マリン、お前も三日月の仲間だな。うわ、しまった。俺どこを見てる。たいもねえ。ほう、まだやるつもりか。その根性だけは褒めてやろう。裏をかいたつもりだろうが無駄だ。俺には一瞬先のことがわかるの。そう、はったりかましやがって。無駄だと言ったろう。貴様の次の動きは全て読んだ。すぐには殺さん。じっくりと恐怖と苦痛を味合わせてやる。次は手か足がいいか。運のいいやつだ。ために私たちがずぶ濡れにならなきゃなんないの。そんなの僕に言われたって。もう行方不明者の捜索は打ち切り。どこか雨宿りできる場所を探しましょう。よく降るな。中が家になってる。ロカ、中にいるの。オト、こっちだよ。来てごらん。ちょっとねえ、勝手に入って大丈夫なの。誰か寝てる。あ、タケル。タケル、タケル、しっかりして。気がついた。この野郎。タケル、僕だよ。落ち着いてよ、タケルってば。ロカ？そうだよ。ここはどうして俺がこんなところに。それはこっちが聞きたいよ。一体何があったの。サノーは。サノー、あ、サノーを掘り出さなくちゃ。おかしいな。確かにあいつにやられたのに。どうした。誰かが私のお尻に触ったの。誰かって。誰もいないぜ。でも誰かに触られたわ。若い女を見るのは100年ぶりじゃ。離してよ。ええ思いさせてもらった。極楽極楽。誰だお前は。いつからここにいた。誰だとはご挨拶じゃの。最初からお前たちの話は聞いておったわい。なんせここはわしの家じゃからな。え、ずっといたって。全然気がつかなかった。伊達に年は取っとらんわい。気配を消すぐらいは何でもない。
お前があの男と戦うところも見ておったぞ。何ジジイ、お前もあいつら仲間か。ジジイ、こら、命の恩人に対して何じゃその口の聞き方は、はあ、わしが直してやったんじゃぞ。あ、本当ですか。何者だジイさん。わしか。ずっと考えていたんです。え、なぜロカがタケル君についていったのか。ほう、タケル君には強さがある。タケル君は畑を荒らした時も自分一人で責任を取った。責任感の伴う強さは勇気のある強さです。ロカは自分にはないその強さに惹かれたんだと思います。それならタケルも同じでしょう。あの子はまだ気がついていないだけだ。ロカ君の優しさもまた強さだということを。じいさん、そう、ん、何やってんのじいさん、俺の顔に何かついてる。無理じゃ、お前には御しかねる。え、今のお前ではこの者の持つ邪悪な力に飲み込まれてしまう。どういうことなんですか。今から遠い昔、神々の時代に邪悪なる者の化身、ヤマタノオロチと神々との間に宇宙を揺るがす戦いがあった。ヤマタノオロチ？戦いは神々の勝利に終わり、ヤマタノオロチはオーナム系の8つの惑星にオロチ玉として封印された。じゃが、ヤマタノオロチを復活させようとする者が現れた。ツクヨミじゃ。ツクヨミは八つのオロチ玉を手に入れ、出雲を除く七つの星を消滅させた。そして百万年の時が流れた。サノはツクヨミが作った魔空仙人じゃ。へえ、だから三日月があんなにすごく取り返しに来たんだな。もし取り返されたら大変だよ。そんなことさせるもんか。サノは俺のもんだ。どんな奴が来ても戦って追っ払ってやる。お前には荷が重いっけ。いい加減なこと言うな。どこの誰ともわかんねえじいさんのくせに。いや待ってよタケル、あなたは伝説の霊能者マホロバ様では。マホロバ、誰だそれ。オーナム系の惑星にも滅多にいない偉大なお方だよ。へえ、人違いなんじゃねえの。ただのエロジジイにしか見えねえよ。おい、タケル、ロカ、父さん、ロカ、父さん、無事だったかロカ。タケル、クレタを越えて禁断の地に足を踏み入れてはならん。ヤクモの掟は守らなければならんのだ。タケルは自分がヤクモにいればまたみんなに迷惑がかかるって。それは分かってる。だがタケル、私はお前と母さんを守らなければならない。それが私の義務であり誇りなんだ。一緒に戻ろうタケル。あ、なんだ地震か。地震の俺なんだ。構造、今度こそ容赦しねえぞ。昨日のやつだな。タケル、ダメです。早くこっちへ。しかしタケルが。ここはタケルに任せるしかありません。僕らじゃどうしようもないんですから。バカな、あれは私の息子だ。私でなければ誰が守ってやれるというんだ。逃げ、その
ったはずだ。貴様の動きは全て読んでる。タケル、ダメです。おじさん、マオロバ様、なんとかならないんですか。あやつは雷が鳴ると先を読む能力が発揮できん。だってことはない。そんなこと言ったって、とても雷なんてなりそうな空模様じゃありませんよ。来そうになければ呼べばいい。ナウマクサンマンダーイカズ召喚。どうしてヤマトタケルよ。貴様の実力はこんなものではないはずだ。前の二人を打ち負かしたパワーをこの俺にも見せてみろ。マホロバ様、しっかり。おいたたた、年のせいかこの頃どうも体が言うことを聞かん。あたたたた、そんな。何か刺激になるようなことでもあると元気が出ることもあるんじゃがの。あたたたた、それじゃちょっと待っててください。おっと、タケルのためだ。え、ごめん。おいぞー、アビリアウンケンショーカー。カランベスティカ、カラン、カラン。また雷か。ありゃ、つい油断したがここまでだな。死ね。やった。チェーン、忌まいましい雷だ。スサノオのパワーの一端しかと見届けたぞ。これが外の世界か。何にもないね。海はどこなんだ。ところでじいさんよ、そのつくよみっていうやつがヤマタノオロチをよみがえらせようとしてんのをやめさせる方法はあるのか。なくもない。星の魂が集まる場所を探す。星の魂、なんだそりゃ。消滅した七つの星の魂じゃ。この七つの魂が出雲のどこかに集まる。その魂を正しき場所に導けば七つの星はよみがえり、ヤマタノオロチを再び封印することができる。その場所へ行ってみっか。え、俺が？どうして。スサノオがあれば行くことができるかもしれん。やめなさいよ、タケルがそんなところへ行くことはないわ。でもサノはタケルしか動かせないんだよ。タケル、行ってみようよ。これはタケルの使命かもしれないよ。使命ね。ま、今さら村に戻る気もねえしな。父さん、行ってこい。私はサノと共に戦うお前を見て分かった。ロカの言う通り、これはお前の使命なのかもしれない。もう止めはしない。勇気を持って行ってこい。うん。ちょっと見ないうちに随分たくましくなったな、ロカ。まだまだだよ。元気で行ってこいよ。父さんも元気でね。ところで、マホロバ様も来てくれるんでしょ。まあ行ってもいいんじゃが。わしも年が年じゃしの。私だって嫌よ、こんなエッチなじいさんと一緒だなんて。あ、まあ若いもんばっかりじゃ心配だし、ついてってやっか。はあ、どこが年なんだ。タケル、おんた。そんなに何度も引っ張ってくれて止まるかよ。あ、待ちなさいよ。待ってよタケル、もたもたしてどいてくぞ。待ってったら。進む道は決まった。行くぜ、この砂漠を越えて出発だ。懐かしい夕暮れは
切ない香り、窓越しに揺れている、優しい光、帰っておいで、迷わぬように一人きりで泣かないで、帰り道さえ忘れかけた遠いふるさとへ、マホロバっていう変なじいさんも仲間になって、俺たちは星の魂が集まる場所へ向かうことになったんだけど、ヤクモの外ってどこまで行っても砂ばっかり、おまけにでっかいミミズが俺たちを食おうとするし、なんかとんでもないところへ来たって感じ。でもこんなミミズの化け物、サノーの敵じゃないぜ。行けサノー。あれ、サノーが動かなくなったぞ。玉笛を吹いても動かない。おい、どうしたんだよ。次回、ヤマトタケル沈黙のスタノー、絶対見てくれよ。